何食べたい？豚まんは食べたい。いや豚まん食いながらダラダラしたいね。ほら安い安い。ここ行こう、ここ行きましょう。行こう。豚まん500円だって。うまいね。中は？中はジューシー、はい、外はパリパリ、はい、パリパリなわけ。最高のメロンパンです。めっちゃふわふわや。美味しすぎるメロンパン。マジでひどい。何その食レポ。あ、ここ見て、ここなんでもないわ。なんでもなかった。なんでもなかった。ちょっとブラブラ観光でもしましょうね。いいめお兄さん。サービスよ。お兄さんかっこいいから。ありがとう。ああ、だと思った。俺のこと言ってたよね、今。絶対ちい。真に受けんの、お前ら。タピオカもあるよ。タピオカとは別のマロン。タピオカちょっともう。タピオカある、タピオカ。タピオカはね、もういいね。出た。ここら辺になんかすげえ三つさい店あって面白かったんだよね。ここですね。ちょっと待って。ここ三つさい店。看板が。ここはね、面白いもの売ってたんだよね、前。何言ってるの。これね、300円安いな。見てごらん。入れるよ。ここはね、もうね、すごくね、うさんくさいものがね、置いてあります。さっきのキャプテンアメリカの謎のバイク乗ってるみたいな、おかしいでしょ、あれ。何食べる？これやろ、これ1938、2000円、今28円で、これ1980円で、ドリンクバー付き。行きましょう、これこちら、はい。うまそうだな。え、マジ？めっちゃうまい。普通のね、麻婆豆腐よりね、やっぱうまい。うまいっすか？俺が作る麻婆豆腐よりうまい。それそうだ。俺一番だと思ってたけど、これを食べるまではね、これを食べるまでは俺の麻婆豆腐が一番うまいと思ってた。じゃあ食べてください。はい、おいしい。感情がこもってないんだよな。はい、おいしい。あっさりだな。スパイス効いてます。うん、いろんなスパイスが20種類が入ってる。本当かよ。口の中に。俺小籠包が大好きなんだ。俺いつも普通に割っちゃうんだよね。もう熱くてさ、猫舌だからさ、小籠包とはすごい相性が悪いんですよ。熱くないですか？ OK です、許可が出ました。うまい。これも食べよう。あ、はい、結局うまい。なんだかんだもう結局うまい。絶品。うん。すぐ来てるこいつ。おお。
永遠に噛めるこれ。いや食べたわ、めっちゃ腹いっぱいだわ。食べましたね。はい、そうですね。あいいね、このネオンカラーみたいな、いいね、この光感、いいですね。あ綺麗やね、派手、綺麗だね、なんか、はい、絶対使わへん。グラセフやってんじゃん、みんな。みんなグラセフやってる。あれは中国サーバーやな。中国グラセフやってる人見たことない。楽しかったですね、やっぱり中華街。豚まん食べたことなかったけど、うまかった。豚まんを片手にブラブラ歩くのいいよ、はい、食べ歩きね。それは楽しかった。いや、本当に楽しかったね。また次の動画でお会いしましょう。